通行止め。ああこの道この道、そう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 だそうだ、おーおーすげめっちゃ気持ちいい。軽いって素晴らしい。なんか久しぶりのなんかマスツーリング、めっちゃ楽しいっすね。そう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 、ここね、動画でしか見たことなかった。来ましたよ。おお。道平天文台を後にしまして、はい、一行は、はい、定峰峠なのかな、全然場所と名前がね、わからないんですよね。あれ、またライン切れちゃったかな。お、これもちょっと気になる、気になる視線。お、これも、お、気になる視線。なんか気になるとこいっぱいあるじゃないですか。パラグライダー。おー。なるほどね。気持ちいいんだろうな。私ね、1回だけ実はパラグライダーやったことあるんですよね。うん、まあ体験スクールですけどね。うん、ちょっとだけ浮きました。さてここからどっちに行くのかな。定峰の、あ、これ一回通ったかな、俺通ったような気がするな。キャー、すいません、私ね超嫌いなんです。蝶々とかガがダメなんです。まあね、そう、本当また箱根とは違った山道ですね、こう秩父。どっちかっていうと伊豆県道59号線とかその辺に近いですかね、この辺の雰囲気は。あ、ここで、これが定峰峠ですね。はい、定峰峠。じゃあこれ起こしとかね。入った入った。はい、はい、行きまーす。
島分けで先頭です。2番目島山です。あ、はい。これ今相模根を秩父方面に、降りてます。全然わかりません。お5時ここがあのなんだっけ、ジェラートの店、ちょっとこの辺だと有名な。へぇ、買いますか。どうしますか。俺も買ったことないんですけど、食べるかな、みんな。ジェラート食べますかって。ジェラート食べるかなと思って、で、食べようよ。俺の動画には絶対出てこないな。ナウナヤングのチャンネルですからね。花さんでジェラートを食べます。いい川だな。あら、気持ちいい。あー、気持ちいい。涼しい。これぞツーリングの醍醐味ですよね。ねえ。あら、いいわ。ほんといいわ、この感じ。秩父は結構川沿い多いよね。走ってても多いね。道の駅足がくぼでうどんを食べました。はい、美味しかったです。いきます。涼しい。ね、通りは気持ちいいよね。でも涼しいし。あ、浮いちゃった。あ、申し訳ないね。なんかわざとじゃないよ。なんかみんな譲ってくれるな今日。俺そんなくっついてるかな。いや、そんなことないと思いますけど。ねえ。はい、濡れてる。川になってるよ。やっぱり濡れてんだな、この辺は。あら、ここ濡れてんだね、やっぱり。相当水含んでるでしょ、山に。よいしょ、ここがコークスクリュー。おりゃー、おりゃー、よいしょ、おりゃー、でもいっちょ。ヒュー、あそこが気持ちいいんですか。楽しいですね。よいしょ、はい、終わり。はい、いや、楽しかったですよ。ここ道がいいんですよ。そうですね。路面がいいから。あのコークスクリューのとこ楽しかったですね。ね、あの切り返しがいいでしょ。ね、いいっすね。
SL のトルクすごいな。さすがに2速か。おお、天目指す峠。いや、なかなか渋い道でしたね。左の方がまだ。ああ。さあ、今度はしんがりで。はい、国道299飯能市ですね。はい、降りてきました。いやいや、下はやっぱり暑いですね。はい、これからですね、私は圏央道で帰りますので、まあこの先でね、皆さんとお別れという感じですね。はい、今日はですね、まあボーノさんたちとですね、秩父の、はい、山の中をくね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 と、はい、走ってみました。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、チャンネル登録グッドボタンしていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。アローハー。はい、皆さん、あーん。